はい、プレイしていきたいと思います。トータリーアキュレートバトルシミュレーター、今回は、チキンマン5体 VS ザコ150体。やばそういう物量作戦で来るのやめて、やばいんだって。多分どう考えてもチキンザコ150体が勝つから、チキンマンは、猶予を与えて後ろから出動させましょうか。よし、行きましょう。いや、150体やば。どうよ、チキンマン行け。ぶつかっちゃう。これはきついかな。頑張れ、ニワトリ頑張れ。タックル、決めろ。物量強え。やべえ、殴られ始めた。おいおいってめっちゃ絡まれてるやん。やばい。めっちゃ絡まれてるわ。待つけ。ってことはだ。こいつをもっと後ろに置いて、後ろで猶予を与えよう。ちょっと多い。1、2、3、4、5。OK。これどうよ。これでさらに猶予入るでしょ。ニワトリ頑張れ、産み落とせ。やべえな、こっから見たら。150だもんな、そりゃ多いわ。ニワトリ軍が攻めるぞ。タックル決め始めた。頑張れ。ニワトリ決めろ。お前らならいける。そうだ、逃げろ。今頃になって逃げ始めんなよ、チキンマン。逃げるの遅いよ。もう囲みじゃない。どうしよう。そしたらこれをここら辺に150で頑張って固めて、右下をチキンマンにしよう。これでどうよ。これで一番距離あるでしょ。やば、この軍。やーば。右、左、みたいな。足並み揃ってんのかな、こいつら。わかんないね。光線始まりました。ニワトリアタックが始まるけど。頑張れ、逃げろ。お、いいぞ、今回いいぞ、逃げてるぞ、いい感じに。でもニワトリが、頑張れ。お、あっちでヒーローニワトリ。無理だね。ちょっと150は辛すぎた。さっき弓がはね、意外と少ない数で倒せたから。チキンマンを増やしてみましょう。これなら戦力倍だから。チキン倍だから。やばいでしょ。これだったらいけるんじゃない、ちょっと。ほらドカ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 って。ダメかな。あいつが投げられてる間にこいつが必死にニワトリを打ちまくって、意外と耐えてるぞ。耐えてない。やられた。やばい、大群がこっちに向かってくる。ニワトリ逃げろ。ニワトリ逃げてー。違う、ニワトリを戦ってくれないと。チキンマンが逃げてくれる。はっ、ちょうどいい感じじゃない、これチャンス次第では倒せるぞ。あとちょっと。来い。やば、2人にしただけで倒せちゃった。やーば、これチキンマン強っ。じゃあこのマップにしてみましょう。 P さんというかこのザコがこの川を渡るの遅いと思うんですよ。多分スローダウンするんで、その間にちょっとニワトリを多めに産んで、でこいつが早めに逃げ出したらいい感じになると思うんで。お、いいんじゃない。
光線的にはいいぞ。あと右側の P さんと、ああ逃げるの遅い、足が遅いこいつ。あ、俺無理だ、無理だ。あーどうだ。でもニワトリの壁が厚いぞ、ニワトリの壁が厚いぞ。敵の攻撃をうまくかわ、辛そうだ。結構倒したけどな今。やっぱこれあれ欲しいな、カウンター。敵の数と味方の数、せめてコストだけでもいいからカウンター欲しいよね。そっか、こいつらはさ自分たちで自爆しないんだ、武器持ってないから。そうかそうか、どうよ、意外といいんじゃない今回。外側を攻めてくれればね、上側を多めに攻めればちょっとチャンスあるんですよ。あーでもきつい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 、きついかー、きついな、これはきついな。逆にこっちにしたらどうなる、チキンマン。どうだ、なんかあっち遠そうな感じだぞ。そしてこっち岩がいっぱいあるから引っかかる可能性があるでしょ。その間にいっぱい召喚して、とりあえずニワトリが行く。お、先制攻撃仕掛けて。ニワトリの量どうよ。あいつがいい感じに逃げ出した、逃げ出した、逃げ出した。いいぞ逃げ出すところ、悪くない場所だと思う。あとは雑魚が山のようになってくれれば。やっぱニワトリのだろ、圧倒的ニワトリ不足、圧倒的なニワトリ不足。あ、これはきつい、これはきつい、これはきつい。肉壁だチキンという名の肉壁だ。結構耐えるぞ今回。あー、そりゃそうだよ。じゃあここのマップで二人にしてみよう。これだったら勝てる、やばいぞこれは。手前がおとりになってる間に裏が鶏の援軍を超大量生産するから。あ、いや意外と真ん中に攻めてきてるね、ちょうど。え、じゃあ竹手前のやつ、そうっぽいな、竹が下だね。なるほど、なるほど。やべえなこれ、意外と倒してる数半端ねえぞこの右下のやつ。あ、まあ上からニワトリ応援来てるからな。で上がもう見まくって、下のピーさんとかリサチ、チキンマンがやられた頃にはニワトリ溜まってるんで、もう勝ち目がないよっていう。やばっ、ニワトリ強っ。やべえわ、やべえわ、2人になっただけでこんなに違う。というわけで、今回の検証はチキンマン。あれ、チキンマン5体とザコ150体って書いてるぞ。あれダメだ、俺疲れてるらしい、ごめん、完全見落としてた、完全見落としてた。やっべえ俺もう、え、嘘や、チキンマン5体とザコ150体本当だ。ちょっと待ってマジか、嘘だろ、ちょっと待ってまあ、さっきの感じでいくと絶対負けるんだけど、嘘だ、ちょっともう眠れないじゃん俺、マジかよマジかよマジかよ、絶対こっちの方が有利やんけ。じゃあ昼で戦おうか、一番有利になる場所で戦わせてみましょう。いや無理だよ無理だよ、ひどいまるで雑魚が雑魚のようだ。お、
おでも倒した一人。多分な、あのニワトリにやられたわ、あいつ。多分あいつはニワトリにやられた巻き添えだ。やば、圧倒的ニワトリの差。ニワトリの差って言わねえな。なんか俺圧倒的ニワトリの差ってこの前も言った気がするぞ。間違ってはいないんだよ。間違ってはない。相手はニワトリゼロだから。なんだけど間違ってる。すごいなこっち。あー頑張って。あー今後ろからニワトリ殴られたな。ニワトリダイレクトアタック受けて死んじゃった。これはどう考えてもチキンマンの勝利です。というわけでね、今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してくれたら嬉しいです。動画の説明欄にプレイリストもありますので、よかったら使ってください。ご視聴ありがとうございました。セシカでした。そう、コメントでまたこれの依頼をお待ちしております。セシカでした。